キックオフ。前節 FC 大阪相手に完敗した FC 今治はスタイルを変えてきました。これまでの 4-4-2 から中盤の底に照山選手をアンカーに置く 4-3-3 スタイルに変更。キーパーも周行選手が初先発。高木監督、勝負に出ました。点の取り合いとなったこの日、勝負を決めたのはあの選手でした。しかしそのシステム変更が裏目に出ます。開始8分、システム変更した中盤の隙間でボールをつながれて失点。ここから両チームの攻撃陣が爆発します。わずか3分後、コーナーキックからビニシウス選手、コースを狙った技ありのヘディングシュート。ここまでリーグ最多の18本のシュートを打ちながらもノーゴールだったビニシウス選手、待望の今シーズン初得点。5分後、今治のディフェンスラインの裏を突かれてお返しのゴール。これで再びリードを奪われます。次の1点は意外な形で生まれました。相手ディフェンダーがボールをつなごうとしたところ、すかさずドゥドゥ選手からのビニシウス選手。いやー、出るときは出るんです、ケチャップ。いきなりの2ゴール。取られては追いつき、取られては追いつきのシーソーゲームに今治里山スタジアムが沸き立ちます。さあ後半です。ノリに乗っているビニシウス選手、イエローでしか止められません。フリーキックから市原選手のヘッドはクリア。出ました、今日のナイスシュート、ナイスキーパー。後半は完全に今治イケイケとなります。さあこのゲームを終わらせてくれ。フィニッシュブローはそう、三度この男でした。フリーキックからのビニシウス選手、決勝点、珍しい右足でのゴール。この日は3本全てのシュートを決めてのハットトリック。まさにビニシウス劇場で上位相手に逆転勝利を演じた FC 今治は順位を5位に上げました。ブラジル人なんですけど、すごく人を思いやれる、特にビニはそういう選手で、直接その母国語では会話できないですけども、だからこそ彼に輝いてもらいたいなっていう思いで、今週準備して、でそれがハットトリックっていう結果になったんで、やっぱりあいつはすごいなと。いきなりゴールを量産するのが得意なんですか？É, cara, a gente tá dentro de campo, a gente tá sempre querendo fazer muitos gols, né? Independente de tudo. É, se você tiver bastante oportunidade ali, você caprichando, como hoje, quando o jogo de hoje, o jogo contra o Lagotima, e tendo as oportunidades para fazer gol claras, e a gente finalizando bem, é sempre importante fazer 3, 4, independente de quantos gols a gente fizer, vai ser muito importante para mim e para todos os atacantes que estiverem na frente para fazer gols também. 5試合負けなし中の愛媛はアウェーでさぬきとの北四国ダービー。リーグ戦6勝6分けと相性のいい相手に今シーズン2度目の連勝を飾って自動昇格圏に近づきたいところ。まずチャンスを作ったのは愛媛。クリアボールを三原が収めて今季初スタメンの佐藤へ、クロスから松田、跳ね返りを佐々木。しかしここはキーパーに阻まれます。28分、愛媛のフリーキック、キッカーは前の試合で2アシストの茂木。直接ゴール左隅を狙いましたがここも止められます。チャンスは作りながらも無得点で前半を終えます。後半も先にチャンスを作ったのは愛媛。左サイドから谷本のクロス、そこに佐藤。佐藤はこの表情。大ピンチが訪れたのはその直後、ピッチ中央から
このスルーパス、今季初先発辻のナイスセーブ。遠い位置から愛媛のディフェンスラインを切り裂くスルーパス、キーパーと1対1になりますが、辻がしっかりとゴールに鍵をかけます。後半23分、佐藤が粘りヒールで預けて三原のクロス、そこに松田。6試合で5得点、松田のオーバーヘッドに場内は沸きます。後半アディショナルタイム、愛媛はこの試合最大のピンチを迎えます。ペナルティのすぐそばで奪われ、ここからシュート、こぼれ球に詰められますが、なんとか前野がクリア。愛媛は途中出場のベンダンカンにボールを集めますが崩すことができず、さぬきとの北四国ダービーはスコアレスドロー。愛媛は連勝とはなりませんでしたが6試合負けなしです。最新の順位はご覧のようになっています。愛媛 FC と FC 今治、共に大混戦の J3 リーグで上位に食らいついています。そんな中、先週の金曜日にはこの両チームが対戦する伊予決戦へ向けて共同の記者会見を行いました。およそ1ヶ月後に迫った伊予決戦の記者会見は会場である今治里山スタジアムで行われました。伊予決戦とは愛媛 FC とFC 今治がリーグ戦で対戦する時の名称。昨年が初開催でした。いやー、2試合ともライバル対決にふさわしいナイスゲームでした。ゴール前、プッシュ触らせない、先制、今治先制、決めたのは5番の安藤智也。ボックス内、カットインからシュート、決めた近藤。第2号は地元今治出身近藤高虎ミドルシュート、見事です。2022明治安田生命 J3 リーグ第24節、2度目の伊予決戦が幕を開けます。近藤から佐々木、いいリズムだ、佐々木が狙う、伊予が胸で収めて最後シュートだー、追いついた今治。後半早々最後詰めたのは2番の富田か、遠いサイドに安藤がいる、逆転した今治。チームの大黒柱はこの大事な試合でもやってのけます。浮かせて松田がいる、そして近藤隆だ、近藤隆、左足持ち替えてシュートだ、ディフェンスがある、松田が詰めた、愛媛がすぐさま同点に追いついた2対2。エースの松田力、最後頭で落ち着いて詰めました。松田だ、松田だ、松田のシュートだ、愛媛のサポーターと喜びを分かち合う。ご覧のように昨年の結果は今治1勝、愛媛1勝で全くのイーブン。今年は第1ラウンドが5月14日日曜日の第10節で FC 今治のホーム、第2ラウンドは11月11日の第35節愛媛 FC のホームで開催されます。会見では両チームの代表が意気込みを語っていました。
まず愛媛 FC としては、勝つことが絶対条件だと考えています。その中で、結果だけではなく内容にもこだわり、ピッチ内で愛媛県内としての愛媛 FC の価値を証明したいと思っています。やはり普通の試合とは違う熱量を感じましたし、我々 FC 今治にとっては松山スタジアムが完成した初年度で、きっと満員のスタジアムになると思うので、そのスタジアムで躍動する姿を見せて勝利目指して頑張っていきたいなと思っています。両チームの代表者たち、和やかな雰囲気の中にも来たる決戦へ向けて闘志を燃やしていました。ここで J リーグからのお知らせです。 J リーグゴールデンウィーク30周年記念マッチ無料招待のキャンペーンも実施中。詳しくはJリーグ招待で検索してください。 J3 リーグ次節は愛媛県サッカー選手権大会準決勝があるためご覧のようになっています。今は無双状態、誰も止めらんない、こんな独壇場、いやちょっと誰か止めて、 hey, 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 hey.